仲間といつものお店でいつものように喋ってたら、友達が男の子たち連れてきたよ。好きな私はうつむき、そこに一人の男の子が来て、私にこう言う、可愛いね、あーやめてよ、シーザーサラダもぐもぐ、うー苦しいよ、アイスウーロンごくごく、生まれて初めて可愛いと言われたよ、この気持ち言葉にできない、後ろ座ってたら、あの人が私の隣にやってきた。チキな私は横向き、景色楽しんでるふりしてたら、左手をギュッてされたよ。あーやめてよ、シートベルトシャカシャカ、うー苦しいよ、座席のシートシャリシャリ、初めて触れられてラスティンレディのルーザムーン、少しだけの二人の時間、あなたは私の頭に手を置き、綺麗な目をしてるねって触れて褒めてきたの。